今見えているのは、秋田から来た小町号前の方にね、はやぶさがつながってたんですけど、ちょっと撮るタイミングを逸しました。でここは中央線のホームです。東京駅です。新幹線が向こうにあって、その下に、山手線とか、ちょうどこの真下に山手線、京浜東北線、あっちの方に行くあっち秋葉原とか上野の方に行く、ね、ホームがあって、あとねこういう風にかなり高い位置に中央線のホームがございます。あれ、これ先だけ？びっくりした。で中央線なんですが、今ですね、皆様ご存知かと思いますが、東京駅の丸の内駅、丸の内口のこの駅舎です。で向こうは縛るのはにご注意ください。縛ります。皇居が、皇居に通じる道ですね。で私が乗る電車が入ってまいりました。こっちが八重洲口でビルが多いですね。こんなところです。では今度は中央線でどっかまで向かいます。どこで降りようかはちょっとまだ決めてません。が大回りになるようにね、ちゃんといたします。中央特快高尾行が今東京出発したんですが、今東京駅のかなり高い位置にこの中央線の乗り場があるんですね。次の神田の駅まで、また普通の高さに戻るんですが、そこまでの急勾配がさっきのこれですね、上野東京ラインを超えるような勾配になってますので、ちょっとしたジェットコースターの感覚に近いです。鉄道というのはご存知のように鉄の、ね、レールの上に鉄の車輪で転がしますんで、この急な坂というのは非常に弱いんですね。1キロあたりで30メーター以上を上るような、30パーミルを超えるとかなりの急勾配と言われてます。ここもその 30% 以上のパーミルです。一瞬だけ並走していた山手線や京浜東北線とはこの神田でお別れして、中央線は大きく左にカーブして、進行いたします。この後お茶の水までのわずかな区間に歴史的な遺構がございますので、またそのポイントに近づいたらご案内いたします。まもなく右側に見えてくるのが旧万世橋駅の跡です。1912年明治45年にですね、中央本線ができた時の東京のターミナル駅として作られました。
1943年に中止された駅なんですが、名目上はまだ廃止にはなっておらず休止扱いになっているそうです。今はエキュートが入っていたりしておしゃれな店が、建物の中にはあったりしますが駅としての機能はございません。右側に総武線が合流して、お茶の水に到着です。お茶の水を出ると中央特快、青梅特快、快速電車共通でこの後四ツ谷、新宿、中野の順番に止まります。快速電車は平日はそれから先各駅停車なんですが、特別快速中央特快と、青梅特快は中野を過ぎたら、三鷹、国分寺、立川の順番に止まっていきます。中央線の快速もですね、平日はその中野から先各駅に止まるんですが、土休日がトラップがありまして、高円寺、阿佐ヶ谷、西沖久保には止まらないんですよね。間違って乗っちゃうと、大変な目をします。ご注意ください。右側に見えている水道橋駅はご存知東京ドームの最寄り駅で、ちょっと映らないかなと思って、探してたんですが、ちょっとね建物の陰に隠れて撮れませんでした。これから通過する飯田橋駅なんですが、もともとこの場所にホームがあったんですけど、この場所ってカーブがすごく急で、電車とホームの間にかなり隙間ができたりして危ないということで、今ある新宿側にですねだいぶホームがずれました。それでホームと電車の段差隙間というのはだいぶなくなりました。右側に見えているのが外堀です。これから市ヶ谷の手前あたりまで外堀に沿って走るんですが、春の桜のシーズンなどは非常に綺麗な場所で、撮影スポットにもなっています。新宿区に入ってます。さすがに新宿区に入っただけあってですね、急に建物がですね密度が密集してきてると思うんですよ。なんかね新宿区に入るといっぺんに雰囲気が変わるような気がします。今まで中央線の右側を走っていた総武中央観光線各駅停車がですねちょうどここで、中央線をまたいで中央線の左側に位置が変わります。
四谷ですが、東京メトロの地下鉄2路線、丸の内線と南北線との乗り換え駅です。面白いのがですね、丸の内線はこの中央線より上の場所を走っていて、南北線がですね、大分地下の深いところを走っています。丸の内線との乗り換えはさほど時間がかからないんですが、南北線のホームはかなりですね距離が離れているので、こちらも乗り換えの時間などの注意は必要です。四谷を出ると間もなくこの御所トンネルに入ります。この上にですね赤坂離宮があるそうなんです。この四谷から新宿までの区間というのは、非常にこの S 字を描いてかなり遠回りになっているんですね。旧陸軍の施設があったり、いろいろこういったあの皇室絡みの土地があったりするので、どうしても遠回りをせざるを得なかったという歴史的な経緯があるそうです。鉄道でね、まともに直線で走れるのに、何か曲がりくねってたり不自然な形で線路が敷かれているところには何か理由が必ずありますんで、調べてみると結構面白いもんですよ。新国立競技場の JR の最寄り駅になっております。都営地下鉄大江戸線に国立競技場の駅もありますが、だいぶ地下深いところに駅が設置されているので、結局 JR でも大江戸線でもホームから歩く時間というのはさほど変わらないかと思います。画面のだいぶ左に山手線が合流してきているんですが、一瞬だけ渋谷区に入ってます。総武線と山手線にはホームがあるんですが、中央線にはこのように代々木駅にはホームがありませんので、通過するしかありません。もうすぐ画面の右側に線路がまた増えてきます。もともとは山手貨物線、今は湘南新宿ラインや埼京線が頻繁に走っている線路が現れるんですが、もともと今高島屋のタイムズスクエアが建っている周辺が新宿貨物駅だったので、そういったこともあって、右側にかなり広い敷地がございます。特急あずさや海事で使う E353 系も右側に止まっていますね。というようですが、この新宿駅は1日の乗降客数が世界一の駅です。JR の他にも小田急、京王、東京メトロ、丸の内線、
東京都営地下鉄の新宿線に大江戸線、それから少し離れた場所に西武新宿がありますので、本当に一日中、早朝から深夜まで人が途切れることがありません。ちなみに正面に見えている茶色いビルが、西武新宿のビル、プリンスホテルのビルでもございます。ということで今回はここ新宿を終点とさせていただきます。ご乗車いただきありがとうございました。